AirPods Max をがっつり使用した結果をお伝えしたい。皆さんこんにちは、水おじさんです。こちら AirPods Max 届いております。もうね、開封動画はね、大手さんに任してですね、うちのチャンネルではとりあえず2日間で10時間ぐらいは聞いてみたので、音の感想を含めてお話ししていきたいと思います。もちろん本体紹介や皆さんが気になっている装着感なども報告しますけども、こちら AirPods Max 単体での音の感想とか、 Apple が買収した Beats ヘッドホン、こちら Beats Studio 3 ワイヤレスなんですけども、こちらが一番近いのかなと思ったので聞き比べを行ってみました。そういった音の感想をお伝えしていきたいと思っております。帽子をかぶったままだと装着感はどうなるのかなどの検証もちょっと行っていきたいと思っております。どんな音なのか、値段分の音はあるのか、 AirPods Pro と比べてどうなのか、そもそもおすすめなのかというところを Apple 信者視点で正直にお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは、年末年始に買うべき Apple 製品ならこれという動画や、 iPhone12 mini vs 12 pro max などの動画もありますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画でもお会いいたしましょう。それでは私の方はね、もう開封済みなのでさらっといきますが、本体の同梱物とか本体の特徴的なところなどは一応紹介していきたいと思います。まずね、箱はもうこんな感じ、まず正面はこんな感じでヘッドホンがただ書いてある。で、裏面もそのケース、それが書いてあって、側面は Apple マークと、あとこちら AirPods Max、 これだけが書いてある箱になってます。なのでとてもシンプルです。同梱物もシンプルです。このライトニング 2C ケーブルとこちらですね、いつもの通り簡易説明書の方がついてます。これだけです。中身もシンプルになってます。ちなみにアップルマークのシールは入っていませんでした。残念。もう箱は以上。続いて本体の方です。本体はこんな感じ。これね、ケースに入ってます。このケース自体は全員このケースかと思ったら、本体の色に合わせたケースが同梱されているようです。今回はね、これスペースグレーなんで、スペースグレーのケースになってますけど、スカイブルーとかだとね、これちゃんと青いやつのケースになってて、結構いいなと思ってました。ケースのデザイン的にはね、まあいろいろ言われてますね。いまいち感は確かに拭えないんですけども、写真で見てみるとそうなんですけども、実物をね、これね、見てみると結構ね、すっきりした印象です。そしてこのケースの特徴的なところは、継ぎ目がなんと一つしかありません。基本的に1枚の素材でできていて、この中央だけ、ここだけちょっと継ぎ目がありますね。まあこれが多分ね、すっきりした印象になってるんだと思います。触った感じはまあシリコンですかね。これ感触がとてもいいです。そしてこのケースに本体を入れると、超低電力状態に切り替わってバッテリーを長持ちさせるとのことです。電子的な仕組みが入ってるのかどうかちょっと分かんないんですけども、一応そんなことがウェブページには記載されてます。で、取り出す時なんですけど、これ継ぎ目一つなんで、ここパカッとこう開いても、このなんて言うんでしょう、普通はね、こういうところに継ぎ目があったりするんですけど、1枚ものなのでこんな感じになってるんです。で、取り出す時もここを開けたら、これを上に上げるといった感じで取り出します。出てきたのがこちらが AirPods Max になります。まずね、見てわかるもの、特徴的なのがこの上ですよね。上部のところ、こちら上のヘッドバンドと言われるところですね。この頭のトップに当たるところがニットのメッシュ素材になっていて、重さを分散して圧力を感じないように設計されているそうです。確かにつけてみると、ここ柔らかい上に広いので分散がされている気はします。これ結構ね、重さはある方なんです。重さはある方なんで、重く感じるかなと思ったらそうでもなかったので、もしかしたらこれがきちんと効いているのかもしれません。あとアームのところ、ここですね、伸縮可能になってるんですけど、結構強めにやらないと伸びないです。ということは逆にここだって決めたところから動かないので、結構いいと思います。グッとね、ゆっくり動く感じです。思いっきり引っ張っても素早くは動かせない感じですね。それとこのスピーカーカップのところ、こちらすごくないですかね。この高級感がたまらないですよね。でね、何も記載されてないですよ。とてもシンプル。右とか左も書いてないし、Apple マークもありません。それも相まってか、本当にね、高級感がすごいことになってます。普通ならね、なんかこの辺にね、Apple マークありそうなんですけども、今回は本当にシンプルになってます。そして内側、このイヤークッション、この部分ですね。これがね、本体としては一番言いたいところ。付け心地良すぎ。本当にね、これはね、付けてみないとわかんないと思うんですけど、本当にいいです。こっちはね、ビーツの方なんですけど、ビーツの方はこれね、まあ、ここ柔らかいのはいいんですけども、このね、グッと締めてくる感じが結構きつくて、長時間使用だと結構疲れるんですね。で、さらにここも、柔いことは柔くていいんですけども、こっちの AirPods Max と比べると、こっちのクッションはとても特徴的で、形状記憶フォームでできてるそうです。この通りね、ちょっと押したら、こうすぐ返ってくるわけじゃないんですよ。軽く低反発見たくなってて、これグッと押しても、
ゆっくり戻ってくるじゃないですか。これがすごくよくって、もうほんとね、耳に痛くなくフィットします。実際に音質にも貢献しているみたいで、柔らかく吸着して密閉性を高めているので、サウンドをよりよくお届けできることになっているようです。素晴らしい。あとはね、このイヤークッション、これね、実は外せます。パカッと、これ簡単に外れます。で、これがね、マグネットで付くようになっていて、これ右と左ちゃんと別々になってるんですけれども、これね、もしかしたら着せ替え系の何かが出るかもしれないですよね。このカップとこの内側は違う色という遊びができそうなので、この辺もちょっと考えたらと思います。クッションって結構ね、あの消耗品なので、何年か使うと減っていくので、これ約ね7万円の商品なので、そういうところも考えてもらえればっていうところで嬉しい対応だと思います。あとはボタン類なんですけど、右側だけにこちらデジタルクラウンとボタンが1個だけついてます。1つはアプローチでおなじみのこのクルクルですね。デジタルクラウンと呼ばれるものです。これはボリュームをクルクルすれば変わります。上下できて、押せば再生停止ですね。再生1回押せば再生、もう1回押せば停止というのが可能。もう1個ここにもボタンがついてるんですけど、これがアクティブノイズキャンセルとか外部音の切り替えに使います。長押しじゃなくて今回1回押しですね。1回押すだけで切り替わってくれるので、かなり便利です。 AirPods Pro の時の切り替えって、ここの長押しだったんで、たまにちょっとねミスるんですよね。この押すところが結構狭いので、グッと押すのもちょっと手間だったんですけども、1回だけ押すボタンでさらに大きく設計されているので、これは結構ね考えたなと思いました。楽です。なのでこのワンボタンはかなりいいと思いました。はい、あと音の感想に行く前に、これちょっと試したかったことなんですけども、装着感について、先ほど言ったように付け心地がとってもいいんですね。耳を圧迫されているという感じが全くしないです。なのでメガネをつけたままや、キャップをかぶったまま、ニット帽をかぶったまま、 AirPods Max をつけたらどうなるか、ちょっとだけ試したいと思います。まずはこれメガネですね。まあ、メガネというかサングラスになってるんですけど、メガネかけてる方はわかると思うんですけど、ここに何か来るとね、メガネがグッと押されてちょっと痛かったりするんですよね。その辺を試してみたいと思います。実際つけたらどうなのかというところだと、フッとつけると、はい、全然ねこれね違和感がないんです。これね結構すごいと思います。押されてる感じがあまりないので、とても楽ですね。このね多分ね柔らかい素材が効いてるんだと思います。じゃあさらにここに段差がつく帽子、キャップをかぶったままこのヘッドホンをつけたらどうなるかをちょっとやってみましょう。はい、こちらダイソーで急遽娘が選んだ帽子です。クマです。このまま装着してみましょう。このまま装着するとどんな感じになるのかというと、はい、お、これはすごい。これはね、あ、結構すごい。あ、すごいですね。この段差のところね、ちゃんとこの柔らかいクッションでグイッとこう、きちんと押さえてくれてますね。外に音が漏れるというのもきちんと防いでくれそうですし、あ、これいいですね。柔らかくて、きちんとつけ心地も変わらないし、何か隙間が空いてる気もしないです。あ、これはいいな。これいいですね。見た目もなかなかいいんじゃないですか、これ。うん。まあちょっとね、クマですけど。ちょっとね、これで再生してみます。ノイキャーがちゃんと効いてるのか気になるので。はい。あ、すごい。うんうん。全然問題なく、ノイズキャンセリングも効いてるし、密閉されてます。なので、帽子をつけてても、メガネをかけてても大丈夫そうです。さらにですね、冬の坊主必須アイテム、こちらニット帽ですね。このニット帽の方もかぶってヘッドホンつけてみたいと思います。まあニット帽でヘッドホンってね、ほとんどつける人なんていないんじゃないかっていうのもあるんですけど、まあファッションとしてつけてる方もいらっしゃるので、ちょっとやってみましょう。これヘッドホンつけて、ちょっとね耳を半分くらい隠れてる状態、これでつけてみましょう。じゃんと、もうこれもね結構ちゃんと密閉されますね。あ、すごい。たださっきよりこの辺がなんだろう、ニットなんで、ニットの部分から音が逃げてるような気はしないでもない。ちょっとだけ再生してみます。まあ一応ノイキャンも効いてるとは思いますけれども、なんかねさっきも言ったようにニットのところが少しね空気が漏れている気がする。キャップみたいな素材じゃないので、やっぱニット帽なんで、そういうところはあるかもしれません。まあボリュームをね上げすぎなければ音漏れもしないと思いますので、とりあえず使えることは使えますね。以上ちょっと試したいことでした。続いて音の感想の方行ってみましょう。音について話していきます。こちら AirPods Max 買ってから大体ね10時間ぐらいは聞いてみました。なのである程度信用のある内容と思っていただいて良いと思います。まずね最初に言ってしまうと、低音が強いだとか高音も良くなっているだとか、他のヘッドホンでは特徴があると思うんですけども、 AirPods Max についてはそのあたりの特徴がなく、誤解を恐れずに言えば普通
通です。ただしかなり高レベル高次元となっております。説明していきましょう。まずね、初めに感じるのはとてもね自然でクリアな音だということです。同じ曲を何度もねこの AirPods Max だったり Beats この Beats Studio の方で聴き比べてみました。で何回も交換して聞いてみたんですけども、こいつ Beats の方は低音が結構強めに出てます。それに比べて AirPods Max は低音はそこそこになってました。そのためね最初に聞いた時はあれビーツの方が良くねと思ってたんですけど、何度か交換して聞いているうちに分かったのが AirPods Max の方が広い範囲でいろんな音が鳴っているということに気づきました。やっぱりねこのビーツみたいに低音が鳴るとねちょっとねごまかされてる部分もあるんです。もちろんねそれが好きな人もいますし、私もねビーツの音ヒップホップが好きなのでこの低音が効いてる音は好きですし悪いとも思ってませんが、低音がねちょっと出すぎていて他の音が潰れてるっていうことが聞き比べて分かりました。これはね AirPods Pro などと比べてもそうなんですけども、とにかくこの AirPods Pro Max の音はとても広くてとても豊かに音が再現されているような気がいたします。今までね聞こえてなかった音、コーラスとか他ベースとかギターのカッティングとかこういう音まで聞こえてくるので、もうねこれはね感動しました。今までの名曲たちをもう一度ねこの AirPods Max で聞きたくなりました。これはねウェブサイトにも記載がある通り、原音に忠実なサウンドというのがそもそも AirPods Max の特徴であるということです。広い範囲で聞こえるっていう先ほど言ったことはヘッドホンの特徴でもあるんですけども、耳を覆うほどのスピーカーなので空間があるかのような音で再生されます。やはりねこういう AirPods Pro のようなイヤホンだと出口がねどうしても一つ二つなので、なかなかね音の広がりっていうのはね表現が難しいんですね。こっちはこっちこの Beats でもなかなかの広がりはあるんですけれども、この AirPods Max はそれ以上だと感じます。ベースとかドラムとかギターそれぞれが別のスピーカーから出ている感じといったらちょっと伝わりやすいでしょうか。もちろんねそれはねヘッドホンなら大抵感じることなんですけども、この AirPods Max はよりそれを感じ取れるような音になっていると思います。とにかくこのね AirPods Max っていうのは低音中音高音これをね正確に再現して鳴らしているというのが私の感想です。自分が聴いてきた名曲の中で今まで出会えなかった音に出会ってみてはいかがでしょうか。そしてこの AirPods Max なんですけども、値段も含めておすすめかどうかについてです。税抜きで 61,800円ですが、税込みで 67,980円です。高い。普通に考えてめちゃくちゃ高いですね。もうこの値段なら性能だけで見ればもっと安く買えるヘッドホンも当然あると思いますし、この値段を出せるならもっとより良い機能がついてるものも買えると思います。なのでこの AirPods Max を絶対におすすめだっていう感じでは思っておりません。ただね、他の製品では絶対にできないのが Apple 製品との連携なんです。連携性については説明しませんでしたが、 AirPods Max も当然簡単に接続できますし、耳につけたら再生、外せば停止です。電源ボタンもありません。こういったねこの辺の AirPods シリーズをきちんと継承していて、やはりこの使いやすさも機能の一つと考えたいところです。こういったコンセプトとか一貫性のある考え方に納得ができるのであれば、とてもおすすめはしたいと思います。以上が私の AirPods Max の感想でした。先ほど言ったように聞こえなかった音が聞こえる、これだけでかなりの感動がありますので、ご興味があればぜひ購入を検討してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。今後も iPhone、iPad を含む Apple 最新情報やお役立ち情報を配信していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただいて、他の動画でもお会いいたしましょう。それではさようなら。